い、おはようございます。ジオでございます。はい、今日も短期間でちょっとやってきます。いただきます。急いでやっていかないとまた飛びます。うん、急いで、そのきゅうりご飯です。カッパみたいなもんです。はい、すいません、飛ぶんですよ。まだまだ今日は特に暑いんで、暑くなると大変ですよ。お味噌汁、卵が入ってこれは止めるじゃないですか。そこにいるんですよ。あの人やってくれたら助かるんですよ、本当は。画面も反対から見ながら、もう寝たいんで。30 YouTuber は辛い。見ながらも寝ますよ。ボタンも何回も押して、はい、でももう撮れてますよ。4分ぐらいは。今日はこれに勘弁してください。多分僕の前世はカッパだったんですかね。キュウリばっかり食わされてるよ。あの人にカッパ、これもっともっと、うん、カッパウジオです。長いね、これはやばいぞ。ポジション、なんとか動いてますよ。今 4回目です。ありがたいことで、ありがたいことに動いてます。で、たま食べるものよりもですね、ちょっともう食べ物取り終えたんで、謝罪とありがとうございます。あのコメントでですね、いろいろ突っ込まれてたことに対して助言してきた人が何人もいたんですよ、昨日は。で、私もやらなければよかったんですけど、あれは最初隠れてるんですよ。出してないんですよ、そこには。でも出したんですよ、3つぐらい出した途端に突っ込まれてきたんですよ。お前が、最初勘違いしてですね、捉え方が違うんだよ、カスみたいな感じで来たんで、な、私捉え方をちょっと夜だったんで、揃え方と思ったんですよ。なんでラーメンを食べてて揃え方って何なんだろうなって、ラーメンって1個じゃないですか。これを例えば揃えてんのかなと思って、服装かな、何も変わったことしないのに揃え方があって、ずっと悩みながら仕事してて、朝の4時か5時くらいに一回見てみたんですよ。捉え方が違うんだよ、カスっていうのは。そのコメントに対して私にいろいろそういう捉え方、そういうことコメント返すのも気にしないでくださいねって、その人がダメなんですよみたいなこと書いてたんですよね。それに対してまたそのやった人間がカスって書いてきたんですよ。まあ元々のあれはあのイラつくって言ったんですよ、私の。あれいいんですよ、あれ。私も弟だったり、いろんなあの旅行系だったりですね、伸びない人、伸びない人間たちやるんですよ、ああいうこと。またこれに対してイラつくんですよ、こういうこと言うと。あと夫婦で仲良くやってるシーンでもイラつくんですよ。だから私はあんまり避けてるんですよ。まあ母ちゃんがあまりにも美人なんで、綺麗だから出さないようにしてるんですよ。あれイラつくって伸びないんですよ、あの、ね、見てる人が、ネット民が見ててイラつくとかなんとか言ってくるんですよ。まあそれに対して助言してきた人がいて、それに対して突っ込んだんですよ。どうぞですね、私に言ってくださいよ。なんでその人に行くんですか、イラついてでも。結局私にもイラつくかもしれないですけど、その人は何でも突っ込むってことは、あの人ほんとダメなんですよ、その人たちは。だからそれに対して
分かってるね、私が重々。まあコメントしていただいたおかげで見てる皆さんたちが盛り上がるんでいいんでしょうけども、その人ですね、怖かったんでしょうね。すぐ消したんですよ。すぐ消したのはいいんですよ。同時に登録も消えたんですよ。またあのコメントでですね、カスってコメントした時に私ピッて見たんですよ。カスってコメントが来た途端と同時にグッドボタン入ったんですよ。自分でやってさ、初心者なんですよ。だってあれじゃないですか、私があれってグッドボタンやるっていうのは人がグッドボタンやる、あれ自分でもグッドボタン入れるもんなんですか、決まりなんですか。あれはだって私が上げたんですよ、そこに前に出してみようって出した瞬間にグッドボタン来るもんじゃないですか。普通は見てグッと来るじゃないですか。私のあの弟とかあのバカがやると思うんですよね、それを見て。だけどあれ保留にしてたもんなんですよ。保留にした時点からグッドボタンついてたんですよ。ということは誰も見てないんですよ。誰も見てないのにグッドボタンしてる、誰が見てますか。私とあなたですよ。あの小心者の何でも突っ込んでくるその人ですよ。でそれに対してですね、その人は怖くなったんでしょうね。一人の人は大変なことは、あれは優勝なんで、あの人は優勝。優勝の人も消えるかもしれない。見てないだけかもしれない。あ、見てないのかな。優勝の人がいたんですよ。文句言ってきた人が。まあ、あの人は関連してないんで、自分のコメントなんで、他のところに書いてるんで、あれに文句言ってくる人じゃないんで、あの人は優勝のまま残ると思うんですけども、あの人は、その人のコメントの人にくっついたんですよ。いろいろ言うしてました。だからその人が怒って、またその下にコメント入れてきたんですよ。カスって入れてきたんですよ。カスガなんですかね、カスちゃんって言うんですか、カスガのこと。違いますよね。それでカスって言って、その人はしばらくして、すいません、消しましたって言ったんです。私はまあ消えて、あ、まあ私が消そうと思ったんですけど、自分から消えたんですよ。と同時に登録も消えたんです。その人は消えてないかもしれないですよ。それを見ながら暇な人がいるんですよ。自分の登録消したりつけたり、消したりつけたり楽しんでる人もいるんですよ。いろんなことがあるんですよ。だからその瞬間に見て、僕にダメージを与えようと思って、まあ言えば私の弟とかあの旅行系の人たちはすぐ消すんですよ、登録を。私が盛り上がってていろいろ叩かれてる時、登録3人ぐらいバッて消えるときは、あの人たちが同時に消してるの見てるんですよ。いい動画ですよ。見てもらえる動画ですよ。ついでにですね、さっきそのピンってなってまた見たんですよ。そしたら私があの、ずっと国会来た YouTuber みんな集まってるんですよ。朝からライブで集まってるんですよ。そこにはその人もいましたよ。私のとこ来て、もうあの人は来ないでいいですよ、あなた。もう二度と私はもうあなたたちとは一緒にやりません。母ちゃん怒ってるけど言うなってみたいな感じで見ています。でも私もプライドがあります。男のプライド、弁当屋のプライド。あって、もう来ないでください。私を打ち切ったわけですから。でも、のこのこ来るときあるんですよ。もうどっちも、まあ、八方美人っていうか何て言うか、アマチュラ、ウマチュラっていうかですね、沖縄の言葉、八方美人ですよ。あっちにいい顔、こっちにいい顔っていうかですね、やって、まあ私にはいい顔してませんけども、要するにお前はもう見下したと思うんですよ。お前と関わるよりもこちらと関わっとこうがいいだろう。何回言っても今日も朝から集まってたんですよ。来たんですよ、ライブで。ライブでってことは朝からいるんですよ、一緒に。だからですね、私のところにはそうやって見てる人たちはわからない。この動画意味がわからない。かもしれません。楽しいですよ。わからない中で私がどんだけいじめになって、会社からもいじめになって、親からもいじめになって、とうとうじゃない、最初から YouTube でもずっといじめられてるんですよ。そんな中で弁当屋も伸びて、いろいろあのまあ頑張っています。そういうことで長くこういう時は残ってくれてます。スマホも頑張ってます。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。もう食べません。食べてるんで最初に。ということであのですね、見ないでください。そこの動画は盛り上がってますよ。私の悪口で盛り上がってると思います。まあ関係ないって言ってるかもしれませんけども、何人かしかいないんですよ。私はどんどん伸びてきますから、皆さんのおかげで伸びてきますから、はい、もうちょっと力貸して伸ばしてください。いろんなところにいろんなこと言って伸ばしてください。悔しいんですよ、もうのけものにされて。わかりますよね。はい、止めます。一旦止めます。さよなら。もう止めますっていうか、もうやめます。昼話します。ありがとうございます。